アンドレイ・タルコフスキー、映画というエンターテイメント的要素も多い、表現において、芸術的要素が強い作風の映画監督が、タルコフスキーと言えるんじゃないかと思います。それは、抑えたテンポで淡々と、静謐な時間が流れる画面に象徴され、映画監督の石井壮武、龍氏が、スリリングに眠い、タルコフスキー、好きよりと評しているように、どうしようもなく、睡魔に襲われるのが、タルコフスキーの映画と言えると思います。その粛々と流れる映像は、見る者に、否が応でも、試作を要求してくるものの、同時に、打とうとさせてしまう、それが、タルコフスキーの特徴と言えるのではないでしょうか。この、惑星、ソラリスは、私という存在を揺るがし、問いかけてくる、哲学的な作品。SF 映画の傑作として、2001年宇宙の旅と、全くテイストが違うものの双璧をなす、伝説的な作品と言えるでしょう。ソラリスを探索する宇宙ステーションという閉塞的な空間に起こる尋常ではない現象。それが心身という言葉が当てはまるかのような展開で進むのです。ソラリスの海は人の触れられたくない過去のトラウマ的な出来事に関わった記憶領域に侵入し、トラウマ的な人物を量子的レベルで再構成させ、目の前に登場させる。もし、地球から遠く離れた宇宙のソラリスという惑星に浮かぶ宇宙ステーションの飛行士の部屋に目覚めたら、いるはずのないそのトラウマ的人物がいたとしたら、そして、それが幻影でもなく、記憶の中と同じ服を着たリアルな実体として現れたら、それは恐怖であり、混乱であることは間違いない。映画では飛行士の妻でちょっとした原因で喧嘩になり、無意識に吐いた暴言が原因で彼女が自殺してしまう。長く自戒の念が強く悩み続けたまさしく等の人物がなぜか、ありえない、ステーションの空間にいる。ひとときも離れたくないと飛行士が部屋を出ようとすると、女性は血だらけになりながら、鋼鉄のドアを破り迫ってくる。そして、その傷も、時間と共に癒えてしまう。その力も、その蘇生力も間違いなく人間ではない。しかし、トラウマに関わる人物ゆえに、自分の心というものが反応し、存在に扱うことができない。そして、どうやらその女性は眠ることがない。あるいは、飛行士が、ロケットにその女性を閉じ込めて、宇宙空間に発射させて、ステーションから出してしまっても、翌日目覚めると何事もなかったように、そのトラウマ的人物、彼女は座っているのだ。これは SF 透明を借りた心理劇、深層心理劇であり、人間とは何か、存在とは何かを問いかける映画となっているのです。タルコフスキーはそうした異常な現象を大げさにではなく、淡々と描くためによりその問いかけが強調させられてくるのです。これがもし、ハリウッドテイストの映像で作られたとしたら、ここまで映画史に残り得る作品とはならなかったでしょう。やがて飛行士とその女性は愛情を育む関係となるも、彼女が自分自身の存在について疑問を持ち、出現の様々な事実を知ってしまい、飛行士を苦しめたくないと自らの存在を消してしまうわけですが、そうした一連の心理の流れをどう受け止めていけばいいのだろうか。ここで一連の心理とは人間である飛行士の心理のことというのも、女性はそもそも人間ではなく、記憶から作られた得体の知れない何者なのだから、人が生きている限り終わることのない内省のドラマ。彼女が消えた、母映像は、故郷の父や母が住む、家の場面となる。しかし、異常な形で天井から、父の背中に、雨が降り注いでいる。おかしい。両親や犬を映し、家を映し、庭を映し、どんどん俯瞰していくと、それは、ソラリスの海に浮かんでいるという衝撃。飛行士のノスタルジックな記憶や思いが、ソラリスの海が再現してしまい、心象の中の永遠のループに飲み込まれてしまうという、地獄。惑星、ソラリスは SF 映画という形の解決が見えない、心象映画と言えるでしょう。